ニーケイが、トロイのパラディウムを安置した柱に絡まっている蛇に、卵を与えているところを描いた、大理石のレリーフ。ヘレニズム期のものを、紀元1世紀後半のローマで複製したものパラディウム、または、パラディオンとは、ギリシア神話やローマ神話において、都市の安全を守るとされた非常に古い像である。特に、オデュッセウスとディオメーデースが、トロイの城塞から盗んだ。 アテーナーの木製の像を指す。この像は後にアイネアースがローマとなる地に持ち去った。ローマに関わる伝説はウェルギリウスのアエネイスや他の作品と関連している。トロイのパラディウムはパラスの木像とされている。パラスは古代ギリシアではアテーナー、古代ローマではミネルーアに否定されるが、本来の神話では別人である。 この像は、イーリオスの建設者イーロスが祈りを捧げたとき、それに応えて天空から落ちてきたという。ラックとステープルズは、アテネの最古の守護像であり、不思議な発見物であり、女神が擬人化され人間のような外見が与えられるようになる以前は、顔のない柱が地面に立っているだけだったと記している。この像は、神話によればアテーナーがパラスを殺してしまった。 自責の念から作ったとされている。パラディウムがトロイに出現した話は、都市の創設神話の一部として、紀元前7世紀以降ギリシア人が様々に参照している。アトラースの娘エレクトラーは、トロイ王家の祖先、ダルダノスとサモトラキ等の秘境のソイアシオーンの母であり、そのため、パラディウムとサモトラキ等の秘境とが結びつけられている。エレクトラーが、 パラディウムの置かれていたアテーナの神殿に妊婦としてやってきてその像に触ったため、諸女でない女性の手で汚されたとして、神がその像をイリオスの方に投げたという説や、エレクトラーが自分で像を持ち去ったという説や、もともとダルダノスにその像が与えられたとする説などがある。イリオスのオイーロスは火事になった神殿でその像を守ろうとして、 それに触り、盲目になった。オデュッセウスとディオメーデースがトロイからパラディウムを結んだところトロイや戦争時、トロイにおけるパラディウムの重要性は、プリアモスの息子で預言者のヘレノスからギリシア人たちに明かされていたと言われている。パリスの死後、ヘレノスはトロイを去るが、オデュッセウスに捕まった。ギリシア人たちは、 この予言者から何とかしてトロイの弱点を聞き出した。そしてパラディウムがトロイの城壁内にある間はトロイは決して陥落しないということを知った。そこでこの像を盗み出すという重要な使命がオデュッセウスとディオメーデースに与えられた。ディオメーデースとオデュッセウスはトロイの城塞の秘密の通路を抜けパラディウムの盗み出しに成功する。その後、 ギリシア側のトロイアの木馬という奇策で、トロイが陥落することになった。一説によれば、オデュッセウスは、ディオメーデースを待たせておいて、物乞いに変装して、夜のトロイに潜入した。そこでヘレネーがオデュッセウスに気づき、パラディウムのありかを教えた。一方、ディオメーデースは、城壁を登って、トロイに侵入した。二人は合流して、衛兵を何人か殺し、 さらにアテーナーの神殿で神官を殺し、血まみ入れの手でパラディウムを盗んだ。パラディウムを実際に手に取ったのはディオメーデースと言われており、彼がそれを船まで運んだ。パラディウムを手にしたディオメーデースを描いた像や絵がいくつかある。女児士官のショーイーリアスによれば、船に向かう途中でオデュッセウスはディオメーデースを殺して、パラディウムと手柄を独り占めしようと企んだ。 オデュッセウスはディオメーデースを背中から切ろうと剣を振りかざした。ディオメーデースは剣が月光を反射したきらめきを感じ、危険を察知した。彼はオデュッセウスの剣を奪い、縛り上げ、剣の平らな部分で打ちつけて前を歩かせた。この孤児からギリシアでは強制されて行動することをダイアミーディーズ・ネセシティと呼ぶ。この様子はフランスの彫刻家。 ピエール・ジュール・カバリエが1842年に、彫像で描写している。その像はパラディウムを持ったディオメーデースが肩越しに、背後に顔を向けている姿を描いたものであり、オデュッセウスは登場していない。オデュッセウスは、ドロイ攻略に必要だったため、ディオメーデースは彼を罰することを控えた。ディオメーデースは、トロイを離れる際に、パラディウムも傾向した。一説によれば、 彼はそれをイタリアに持ち込んだ。別の説によれば、キロの途中で盗まれたという。その後のトロイのパラディウムの行方については、様々な説があり、アテネ、アルゴス、スパルタといったギリシャ国内説や、イタリアのローマという説もある。ローマ説は、アイネアースが持ち込んだという説とディオメーデース自身が、引き渡したとする説に分かれる。パラディウムと言い伝えられた像が、 フォルムロマヌムのウェスタ神殿に暗記されていた。その後、コンスタンティヌス一世がパラディウムをローマからコンスタンティノーポリスに移し、フォルム内のコンスタンティヌスの円柱のもとに埋めたと噂された。そのような噂は、ローマの没落を説明するもので、コンスタンティヌス一世の知性を正当化するものだと言える。ダイプリニウスによれば、メテルスはウェスタ神殿が、 火事になった時パラディウムを救い出そうとして盲目になったという。この故事はオーイディウスやワレリウス・マクシムスもほのめかしている。ありがとうございます。